Wi-Fi テザリングを設定する方法をご説明します。 Wi-Fi テザリングとはスマートフォンなどの回線を利用してパソコンやゲーム機などをインターネットに接続させる機能です。 Wi-Fi テザリングを利用すると外出先でもいつも通りにパソコンやタブレットなどでインターネットに接続できます。まずはじめに LG1 と LGV36 に接続するための情報を確認します。ホーム画面で設定をタップします。ネットワークとインターネットをタップします。テザリングをタップします。 Wi-Fi テザリングをタップします。 Wi-Fi テザリング設定をタップします。戻るボタンをタップするとネットワーク名とパスワードを一覧表示することができます。ここからネットワーク名とパスワードを確認・変更できます。保存をタップします。続いて LG1 と LGV36 のテザリングをオンにする設定を行います。上部のスイッチをタップしてオンにします。注意文を確認し OK をタップします。これで LG1 と LGV36 の設定は完了です。先ほど設定・確認したネットワーク名とパスワードを他の機器に設定しネットワークに接続してください。